ヒロだ、ヒロだよ。こんにちは皆さん、今回は宇都宮で開催されるロカビリーイベント、ロックンロールフェスタに向かいたいと思います。イエーイロカビリーって言ったらね、ばあちゃん世代なんだけれども、私もね、あの作業中いつも爆音で流してるロカビリー、すごく楽しみでございます。皆さんもご存知でしょうか、ロカビリー。多分世代的に知ってる方多いんではないでしょうか。どっちも分かんない。ロカビリ通んなかった？通らん。嘘。ほんとほんと。加山雄三とか日本で言ったら。加山雄三さんってあれじゃん、海よ俺の海よってやつ。なんかそんな感じのやつ。いや、あれじゃないの、テキ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 っていうやつみたいな。それベンチャーズよ。そういうやつじゃない。あ、でも加山さんもベンチャーズ弾いてたよね。じゃあその世代だと、じゃんじゃんじゃじゃんじゃん、加山雄三がさ、結構そういうの好きでやってたイメージがあるから、じゃん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 怪我でもしたの？殴り合い、殴り合い。あ、子供じゃないな。違う、違うでしょ。子供かと思った。ほら、見てみな、前の人、バンソンだよ。多分、バンソン来てるから、フェスタ行く人だよ、この人。ハーレー乗ってないよ、でも。ハーレーじゃない。でも、おそらくバンソン来てるから、宇都宮行かねえよ、これ、猛火だよ。猛火行っちゃった。まっすぐってなってんのに、左曲がっていったよ。行ってらっしゃい。でもタッチさんバイク乗ってたからロカビリ通ったんじゃない？いや通らない。バイクいくらなんでも違うよ、アメ車とあれは。あ、そうなんだ。俺のアメ車っぽい日本車やん。アメ車っぽい。あ、硬いね。そう、安全。いいね。いいとこ取りじゃん。潰れにくいっていう。何に乗ってたの？マグナっていう。ああ、知ってる知ってる。マグナか。人気だったね。あれのちっちゃいやつもあったんだよ。うん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 。コマグナみたいな。懐かしい。それの250の。私通学用にちょい乗り買って乗ったらさ、十字路のど真ん中でエンストしてさ、死にはぐったんだよ。日本車ちっちゃく見えるでしょ、バイク。だからまだマグナとか250でもまだ大きい方だよ、やっぱりアメ車っぽい形だから。でもスタイルこうだよね。うん、そのオムニハンとかにもしてない。変な。違う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 。こんなんとかに。違う違う違う。あ、北斗県。それカーブするとき大変よ、もう。気持ち悪くなりたいな。自分若いと思うよ。たまに3歳児かなって思うときあるのか。バブー。十分若いよ。だって、あの熱いベリテンを耐え抜いちゃう70歳ってそうそういないと思うよ。ベリテンって、腰回ってる人は私だけだったよ。そっかい？エビテン？エビテンだったの？エビテン。おい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 、ツリーよ、マジで、そういうことさ。すぐ言うの。そっちの方は、本当に、レベルが高すぎる。関東じゃ思いつかないよ、その返し。しかも、そんなに王女が、上手だったけど、受けで言ったらそうでもなかった。うまかったけど。どっちかって言ったら、ねずっち系だよ。はぁーって感化しちゃうようなやつ。面白くはないんだ、別に。あ、すげえなって。返しが早いなっていうぐらい。頭いいなって。あー、宇都宮のあのラーメン屋行きたいの。あれ、ダイエットの時に行ったから。え、ダイエットする前だったっけ？ダイエットするために服を買った帰りにラーメン食ったの。大阪にはね、多分家系自体があんまり。え、そっちにはないの？家系がよくわからないんだよね。家系のこと教えてくれたら何つったんだよ。家系、うん、家系はテレビとかでほら。わかんない人に教わってたかもしれない。マジか。まあ、今からオリオン通りに向かいます。なんか宇都宮の暑さなんか違う。やばいよね。痛い。日差しが痛い。お、パーフェクトヒューマンじゃん。すっげえ。かっこいい。なにこれ。でっか。お、鳴ってる鳴ってる。
めっちゃ喜んでる。めっちゃ喜んでるかさ、うん、めっちゃ踊りまくってたし。スパイディーだよ。全員集合。Thank you.
座れるところがいい、ね、次回宇都宮食べ歩きお楽しみに。